いいところへ投げれないですよね、はい、そういうことで今 あの岡崎への1球はやっぱり調子の良さをね、はい、あの物語ってますね。青口コーチにですよね、はい、まあ、しかしバッティングでいい結果を出すと、はい、リード面でもね、そうです、いい仕事ができるものと思われます。その奥もいいピッチングですか。いや、そんなにないんですけど、まあ、西村のね、やっぱり持ち味ですよね、はい、でインサイドで構えてはいけませんね、こういう時は、はい、外へ、ね、今のようにもう構えて、もう仲直りしていいですよ初球インサイド2球やや外寄りですか、はい、もうあのね、3回までのことは忘れてね、3球いるここまでの戦いぶりなんですが、その一つの表れですね、この篠塚は。それに当たりますのでね、なんとかなりますよね。さて、ジャイアンツ、ここまであの西村から本当にですね、できません。杉江さん、どうやって西村を攻略していったらいいんでしょう。空振りしましたね。空振り三振です、そう、大事なところは抑えてますね、はい、そうなんですよね。ありますか。あります。だからですね、リードされているとね、はい、今篠塚にしてもあの岡崎にしてもですね、甘いボールをね、はい、見逃して今のようにいっぱいのボールをね、